もうもう、あ、カメラの電源が入っていない。キャーキャーキャー、バタバタしてます。それです。もうセクロス連打してしまいました。ああ、まいったまいった。入ってない。カメラを開けてください。スパッ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 。はい。ああ、びっくりした。あ、セクロスのままになってる。ダメだ。今日は比較的余裕があったんですが、始まり品でぐっちゃぐちゃになってしまいましたね。はあ、やっぱりお家が一番ね。全然違うな。よいしょ。そうそう、アーカイブをね、またトルネコの分をアップしておきました。これね、今日はグーニーズをやりますね。あれですよ、かなり無理がありますけど、社長と俺はもう、はい、もう幼馴染みみたいなもんですよ。はい、そうですよ。もうかなり、うん、もう人生の半分ぐらいですからね。まあ、幼なじみって普通ね、5歳とかそれぐらいの頃のことを言うでしょうね。そうだね。ちょっと無理を言ってみました。何なじみって言うんだろうね。中なじみぐらいです、ね、中なじみぐらい、うん、いや正確に言うと高なじみぐらいでしたね。高なじみだね。高校生からだからね。はい、じゃあ今日はねグニーズをやりたいと思います。はい、よいしょ、こちらです、うん、皆さんグニーズをやったことありますか？グニーズどうですか？あんまりないんじゃないですかね。うん、なぜかというと、バーチャルコンソールあるんですか？グーニーズは聞いたことがないですよ。あ、多分権利的なあれであった。ないないんじゃないですか？ないと思うんですよね。なるほど。版権ものだから。なぜならなのでファミコンでやってください。うん、うん、未だに結構出回ってますからね、うん、多分できると思います。あるいはツタヤとかゲオで映画の DVD を借りて見てください。はい、はい。ゲームじゃない。もともと映画ですね。グーニーズね、皆さんご存知。1985年。はい。その流れを受けてみたいなね。じゃあやりますか。はい。はあ、じゃあ普通にやります。昔もやったことありますけどね。はい。始まりました。もう一回やります。この音ね。コナミさんのね。いや BGM がいいんですよ。あとね、やっぱ SE がいいです。うん。若干の迷いがありましたね。鍵を3つ取ると、次の面へのドアが開きます。はい、それから、7人ですから、6人、マイキー含め7人でね、ゴールしないといた。これをね、見つけていただいて、うん、どうにかする。はい、6名の少年少女をかどわかしてね、進んでいただければいいんじゃないかと。最重要アイテムはこの爆弾ですね。はい、スペランカー先生の場合かなり離れないとワンアウトですけども、これぐらいでも大丈夫。余裕っす。強いマイキー強い子。強いわ。なぜならこのマフィアの撃った弾丸に当たっても死にませんからね。相当強い。相当強い子です。マフィアがねこの部屋の中うろうろしてるっていう。あ、3つ揃いました。はい、これでもクリアしても OK です。でアイテムをね取っていくと、あれはね防火スーツですね。はいはいはい。上に出ましたね。恐ろしく物騒なものがいきなり出ますよね。あとダイヤをね7つ8つ揃えると体力が回復します。あんま意味ないですね。ダイヤモンドで回復ってもすごいですね。ダイヤそのままね、換金した方がいいんじゃないかと私は思いますけども。ダイヤモンドで体力回復ってことはそれ食べてるんですね。そうですか。食べてその炭素を分解して体に吸収してるんでしょうね。なんか謎の微生物みたいだね。うん、すごいね。すごいねっていうか、すごい金のかかる金のかかるなんかあれだね。食事。これなんか映画のストーリーを見たところ、マイキーさんち借金があって、はい、その方で取られそうだから金目のものを探しに行くっていうストーリーらしいんですけど、あ、そうなんだ。これダイヤで済むんじゃないですか？用紙が。あっという間に返せますね。ええ。これはなんか洞窟の中に撃ってこい。カモン。よし、死なない。2ダメージ分ぐらいですね。体力がそこそこ減る。ええ、回復しました。はい、謎の壺を取るだけで回復しました。なんかドリンク系なんですね。何のドリンクでしょうね。醤油サイダーかな可能性はありますね。あ、2人目。あ、死んだ。あ、死んでない。あ、危ない。意外とね、大丈夫。すごい引っかかりあるから。なんかもうスペランカー先生とは比べ物にならない余裕っすね。すごい。あ、そういえばヘッドホン取ってませんね。ヘッドホン取るとね、マフィアさんが歌う歌声に耐性がつきます、ジャイアン的なね。なるほど。たまにこの隠しアイテムがあります。スティーブン・スピルバーグ監督グーニーズの制作総指揮だそうです。はい、映画の方なんですね。ジャンプ中にね、ギャングが出てくるんだよね。あれがね、ダメージソースですね。あれ、これマップの形、はい、なんかさっきと似てますね。結構紛らわしいのがね、各ステージにあったりしますね。データの節約かな。あー、どうだろうあるいは単純にコピペかな。コピペかな防水服を取りました。はい、左の青いのが防水服ですね。この上から出てるボーって火が、ガスバーナーがボーって出てるやつは当たっても大丈夫。あれは防火服を持ってるので大丈夫です。ああ、なるほど。持ってないといちいちダメージ食います。そういうことか。それで防火と防水は欲しいですね。あとできればヘルメットも欲しいですね。ほうほうほう。あちらもパチンコ取ってますね、すでにね。はい、ああ、パチンコ打ってるんですね、あれはね。パチンコ打ってます。はい、銃ではないです。銃ではないですいきなり銃刀法違反ですか皆さんもね、くれぐれも 3D プリンターで銃を作らないようにしてください、はい、あれ普通に撃てるらしいね。まあそれなら普通の銃買った方が早いだろうっていうねもっぱらの評判ですけどね。さてと、はい、特に何も来らず、うん、順調に。これパチンコはね、数量制限ありますから、なるべく打たないですね。ああ、そうなんです。進みたいですね。意味のない回復をしました。これネズミはキックで倒せるけど、マフィアはキックでダメージというか一時的にあれできますが、はい、死にませんね、マフィアは。なるほどね。すげえダメージ食っちゃったそして隠し、あれ開いた。コナミ1、お5000点。すごい唐突に飛んできます。ええ、何の脈略もないですけどね頭だけ飛んでくる敵って結構この時代流行ってたんですかね骨の頭がまたどうなんですかね、うん、あ、あれですかね。ここはね、ツインビーが来ました。おお、コナミキャラがいろいろ出てきますな。そうそうそう、イースターエッグ的なね。はいはいはい。あ、ちなみに先に言っときますけど、4面飛ばしますので、この面は鍵を集めません。飛ばすできるんです。ね、この後取るアイテムを使うと、はい、飛ばせる。で、白いネズミを倒すと十字架が出て無敵っていう。これは4面は飛ばすと仲間は助けなくてもいい。うまくできてます。ほうほう、わかりましたこっちじゃねえや、こっちだ。無敵時間結構短いんですね。そうですね、うん、今ヘルメット取りましたね、はい、ヘルメットでトゲとか大丈夫になります、うん、どんどんね、重装備になってきますね、うん、防火と防水一気にこれ着込んでますからね。着込んでますねさらにこの後鎧も出てきますから鎧ってやめてー。わあ、あれ歌ですね。あれ敵が歌を歌ってるんですね。ギャングが歌を歌ってますね。あとハイパーシューズがあればもう用なしなんですか、このステージ。戻んないとダメですね。あお、こっちじゃないんだな。これステージがね、似てるんですよね、構造がね。戻りますね、一回ね。アカネズミはジャンプしませんから、なるほど、安心して飛び越えられます。白い何がしかは水ですので、うん、防水服がないとダメージを受けます。どんどんアイテムを取っていくと楽になると、うん、ほぼ無敵になりますね。そうでもないんですけど、あれそうでもなかった。そうでもなかった。ああ。あれあっちでいいんだったっけ？ハイパーシューズです。ハイパーシューズ。ハイパーシューズね。いや、これはちょっと。ちなみにアイテム、ここかな？アイテム一覧としては。出ました。あ、出ました。ドクター中松のハイパーシューズ出ました。ハイパーシューズかっこジャンプシューズ、そこにバネがついたシューズ、ある特定の場所で効果を発揮し大ジャンプできる。なんとここですか効果が発揮しません普段から履いてくれよって思うんですけどね。以上です。以上ですジャンプシューズもういらないんです、ね、ジャンプシューズの出番は終了しました。そしてここがあ、これがワープしている途中で、はい、ここで4面の仲間が助けられます、うん、これ助けずにスルーしたらダメなんですね。悲しいことになりますね助けられなかったやつの心も考えてあげてくださいみんながみんな博士みたいに強いわけじゃないですからねあそこにあれ何食ったっけあれここじゃなかったっけUFO がいるはずなんですけどまあいいや、うん、得点ですからね、ただのね。ほら顔やカモン来ないこれもう5面ですか。これ5面ですね。本当は4面で取るはずの鎧がここにあります。あ、そうなのね。どんどん気膨れしてきますからねすっげえごつい鎧ですけどね。あれね、鎧あれですか、あの上に出たトゲトゲしいやつ。ええ、シューズの左ですね。ああ、あっとなかった。鎧があるとですね、骸骨野郎の投げる骨であるとかコウモリに無敵になります。あ、なるほど、順調ですね、うん、問題ない。おう、おう、やめろよ。さすがに敵に直に当たるとそれは防げないですね。まあ昔から思いますけど、なんで敵に触るとダメージを受けるんですかね一方的にイースを見習ってほしいもんですイースをね、半分ずらしてぶつかると勝ちますけど、あれもなんで半分ずらすと勝ちなのかいまいち分かりませんけどねあれはでもうまいことやってますよね。少ないリソースでなんとかしてますよね。そうですね、はい、あのゴーストはパチンコでないと倒せませんね。ほうほうほう、鍵があと2個いりますね。これ助けた仲間が5人今いますけど、なんか馬車かなんかがあるんですかねそういえばぞろぞろ歩いてるんですかね。これぴったり重なってるんじゃないですかこっちから見るとあのエグザイルがうまくいってないパターン、あ、そうそう、揃っちゃってるパターン。揃ってんのすげえテクニックだな。集中トレインしようとしてるんだけど全員ぴったり同じ無駄なテクニック発生してるよしよし、自分の爆弾の爆発に巻き込まれるとそこそこダメージ、大ダメージだったか即死だったかどっちかですね。ちなみに今のとこ落ちると死にますからね。むずい。ジャンプすると頭ぶつけるんで飛距離が伸びないんです、あそこ、結構死にます。あお、パチンコがなくなっちゃう。パチンコの玉の数はあ、2って書いてある。あと2個しかない。オープンで下から飛んでくるプクプクやめてほしいよね、うん、明らかにプクプクです、ね、6面で一番強いのプクプクだからねあの魚マーボウっていうらしいです、ね、マーボウヤンボウ天気予報マーボウマンボウには見えないですけどね。見えないですね魚キャラは総じて厄介っていう法則性がありますね、うん、確かになんかいろいろ背景を無視して飛んできますよね、ああいう系の敵ね。あいつらなんで飛び越えちゃうんだろうねどういう 3D 構造になってるんでしょうね Z 軸がなんかマイナスになってますよね、その割にこっちの攻撃当たりますけどねどういうことだろうね、難しいね、うん、まあそういうこともありますよはい、クリアです。はい、ああでもこれグーニーズ 3D でやっても面白いかもな。マリオの64のマリオの 3D っぽいな、あれみたいにゼルダとかもさ、うん、3D とか結構出ましたけど、そうね、うん、これもそうやったら面白い。最終面です。いてこれ海賊船ですね。そう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 、ああこいつソルトクリアです。え一発つももういっか、あランダムなんだ、はい、出てくる場所あはい、なんだっけチャンネルの名前何でしたっけ、オリーブでしたっけ、ピーチでしたっけ、何でしたっけ、何かな、マーボーかな海賊船は去っていきました宝はゲットできたんでしょうかね、したんじゃないですかね、さっきのダイヤモンドいっぱい取ってましたからね。終わった結構あっさりしてますね。えこんなあっさりだったっけ。ええ、そして2周目始まります2周目はですね、アイテムが出るアクションが変わるのと、うん、敵が強くなるのと、うん、敵から受けるダメージが大きくなります。じゃあ社長やってみてください。マジでね、ここからの、ね、今ウィキペディア読もうかなとか思ってたぐらいのもう終わっちゃったからね。終わっちゃった。ヒロインの名前が出てないな。アンディかな、アンディじゃないですかきっと。違うかな、どうだろう。アンディ的なステフかな、あれリッキー1かな、いろいろいます、ね、明らかに違う。これ操作方法は爆弾を置くのは下ボタンですか。下 B ですかね。下 B、スペランカーと一緒ですね。あ、そっか。黄色いやつが多くなりますね、2周目はね。なるほど。よいしょ。爆弾持ってません。あ、持ってない。没収されました。全アイテム没収されました。そういうことか。爆弾をゲットせねばならない。爆弾もゲットしましたよ。ゲットした。あ、何今の。あ、間違った。よいしょ。よいしょ。もう真相になってません大丈夫ですか今、ちょっと待って。ギャングと戦ってたら。命をかけた戦いが。爆弾でギャングと戦ってたわ。そうか、こいつは死亡しないんだな。2周目はね、下 B でアイテム出ますから。あ、ほんと。あー。わー!撃たれて死んだアメリカみたいだ。怖いな、アメリカ。怖いな、アメリカ。よいしょ。まあ、アメリカだからな。よし。これで、下 B。えい。よし。限りだ。おー、よしよし。よし。チェックというか、敵をやっぱりガンガン倒していかないと。爆弾が手に入りませんね。おう。なんか、いきなり。ええ。ああ。おー。あ、死んでくれた。死なない。ギャングを爆殺。アメリカみたいな。アメリカか欧米かいや追っかけてくれ、やめてやめて。福岡では日常茶飯事さ。やめて、福岡のことを悪く言うのやめてやめて。すげえギャングいっぱい来た。ああ歌歌ってるし、やめて。どうしたらいいんだ、上から行こう。今時のギャングはあんまり人殺さないみたいですね。ああああああ爆殺。強いことになった。よしよし。やめてやめてやめて怖いよ。恐ろしいや。黄色は 2発ですからね。わああめっちゃ減った。死ぬやん。瀕死の重傷を負っています。どうやって回復したらいいんだ。ダイヤ下 B ですね。よいしょ。あ違う。ああ爆弾置いちゃった。もうアクションが一緒ですからね。それまずくねあ、それ構造的に問題があるよね。構造上問題がありますね。ダイヤを取るために爆発をさせるっていう、まあある意味合ってますけど。よいしょ。いや大変だな2周目。よいしょ。ああそっか黄色はね、ネズミからキツネに変身します。あ、こっからなのね。勘弁してよ。あ、微妙に嫌な動きすんだよね、うん、敵がね。よいしょ。あ、もう。よしよし。お、これでもうクリアできますね。よいしょ。ヘッドホン取りますか？ヘッドホンどこですか？左です。もうちょっと左です。下の左です。下。はい。その辺、もうちょい左。その辺。これ爆弾出ちゃうこれ。出ます。あ、白いのいる。ああ。危ない、危ない。ああ。ああ。はい。これで完璧です。はい。あ、ヘッドホン取った。じゃあクリアしますかね。あ、めっちゃいる。ネズミがうようよしてますね。やめてー。片方取ったら無敵になるものの。これネズミだからまだいいけど、ゴキブリだったら問題があるよね。白いゴキブリでパワーアップ。いや、1枚クリアするの大変だ。2人死にましたからね。いやこれ当たったら左行きますかね。当たっても大丈夫です。大丈夫、大丈夫です。ステランカーじゃないから。もう取ってた。ああ、すり抜けた。これ5周目ぐらいになるとやっぱりマシンガンかなんかで撃っていくんですかね。もう危ない。お、パチンコ。ああ、いっぱい打っちゃった。出血大サービス。あれ、これ B でパチンコ打っちゃう。 B で打ちますよ。あれ、蹴りの代わりに必ずパチンコ打ちます。蹴れません。しんどい。ちなみにグーニーズ2では、ヨーヨーがデフォルトの攻撃方法ですね。なるほど。あ、こっち行けない。そっちはね、ゴールですね。危ね。しかし軽快な音楽ですね。あれ大丈夫ですよ。ヘッドホンしてますから。あ、なるほど。そういえば。お。なんもないです。ギャングがうようよしてて上がれない。やばい、この世界やばい。降りてこない。あれ、降りてこないね。中途半端な位置にいると降りてこないのかな。左行きたいんですよ。ああ、さあ残り6分です。しかしギャングはなんで歌ってるんですかね。なんかそういう敵キャラがいたんじゃない。ああ、映画で、うん、なるほどね。フラッテリー・ジミの仲間は歌が好きだった。なるほど。肝心のフラッテリー出てきませんけどね。あ、そうなの。ラスボスでなんか特典があるのかなと思いきや、あ、ボスは一切ないですね。歌好き。やめてやめて。どっちかに寄って君ら。非常に落ち着きがないですね。あ、寄るんだ一応。間に合わない。ダメだ。まあダメージ確保ですね。上上。さあ制限時間があと167秒です。爆弾1個しか持てないんですけど、4面で手に入るリュックを手にすると爆弾が2個まで持てます。ただあんまりいらないです。ああ、やめて。いや、ネズミのねポジ率すごいからね。あと5分。ああ、落ちたし。華麗な。ラストですね。よいしょ。もっギャングの動きが安定しねえな、うん、登ってこないし、うん、もう今ギャングが速やかに自死していました。いやー2周目やっぱ難しいな。しかも俺初心者ですからね、すごい勢い。毎回2周目からやらしてますけどね。しんどいよ。これ右下行きたい。下降りてから。ああそういうこと。おう。あぶね。今子供撃たれてます。アキラが今当たってなかった。仲間にドンピシャでしたね今。やばいな。鍵1個足んないですよ。鍵足りない。鍵どこだ。あここかな。爆弾がない。よいしょ。防水も取ってますよね。そこまでいかないかな。よしよし、これでゴールできる。これクリアできますね。ゴール一番最初です。遠い。時間がない。遠いっす。枠もないし制限時間もない。どっちかちょっと枠がないですね。やべえ。あと3分。いやいけんじゃないか。頑張ろう。操作は慣れてきたものの、ああもう黄色最強説。もうやめて。登ってんだからやめて。さあライフが残りちょっとや、あと2発ぐらいかな。ライフやばいよ。よいしょ。ああ死ぬ。電話かな。死ぬ。あパチンコなくなってるし。そこですね。すげえギリだ。よいしょ。はあはあはあ。ここに行けばいいんだから。このパイプを爆破。できないよね。できません。できないよね。よいしょ。へい。さあ降りれるかな。あ怖っ。よいしょ。およし。おお。いや無敵だ。無敵意味ね。全く無敵時間1秒。意味ね。最後結構降りられないパターン多いんです。ああそうなんだ。だからねここで死ぬと思いますね。もう無理や。もう無理やねこれ。ここね。しかもなんかアイテム取り損ねて。ああもういきなり死ぬ。なんか体力の回復半分ぐらいですね。そこで爆弾、爆弾落とすと倒せます。落とす？うん。よいしょ。こう。あ、蹴る。あ、違う。ちょっと。爆弾蹴って落とすの？違うの。ボンバーマンか。落とすってどういうこと？ギリギリまで寄って爆弾を設置するとストーンって落ちて骸骨が2匹倒せて無事にいけたんです。そうかそうか。ああ、うまくオチがつきましたね。結構世話しないね、このゲームね。世話しないですね。1周目は何事もなく進んだんですけど。うん、いや、でも面白いですよ、やっぱり。いや、いいですよ、これ。たまに俺やりたくなるもん、やっぱり。ああ、面白い。いいオチがつきましたね。はい、めでたし、めでたし。はい、これが、1985年ファミコン ?86 年かな ?86 年ファミコン。そうか MSX 版が1985年12月に出てて、そう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 。5ステージ全100面んって書いてあります。 MSX 版。ああ別ゲーですからね。主人公が違うんですよね。どんなゲームなのかちょっと存じ上げてないんですけど、うん、俺もねやったことないんだよね。 MSX マスターの社長もやったことないです。というか今日知りました存在を。結構 MSX って出てるよねゲームね。出てますね。1000本ぐらい出てるらしいですよ。さあじゃあ自枠でまた何かしましょう。自枠で別なのやります。はーい。